皆さんこんにちは。チューブゲームプレイヤーことアンナです。今回は巷で話題になっている動物タワーというゲームを遊んでいきたいと思います。ちなみに初見で遊んでいきます。このゲームはできるだけ高く動物を積み上げていくというゲームなんだそうですが、いきなり難易度が高いような気がしますね。かなりなんというか揺れやすいですね。まあできるだけ高い場所まで詰めるように頑張っていきたいと思います。羊が、あ、スコア5 全然詰めなかったですね。じゃあちょっとリベンジマッチで白クマ、あ、2回目、これうまく積み上がらない。あ、かなり単純に見えて難易度は高いですね。回転、あ、なるほど、回転して積み上げることもできると。どうなんですかね、このクマの背中のくぼみにうまくこのお腹が入ればいいんですけど、お、うまくはまりましたね。左に傾いてるので気持ち右にうまくいきましたね。今度は中央寄りの若干左寄りかな、この辺りか。ちょっと怪しくなってきましたね、そろそろ。これは右寄りぐらいがいいのかな。あ、崩れちゃう。もうちょっと自己ベストを上げていきたいところなんですけども、お、うまくまっすぐになった。ラクダ、今回はなかなか安定してますが、そろそろ危ないかなと思ったんですけど、ギリギリ持ちこたえましたね。お、もうきついんじゃないですかね。この頭にちょっと引っ掛けるような感じで。重い、崩れちゃったらそこでおしまいなんですかね。ここまではいいんですけど、これはかなり足が細いから難しいですね。はい、では次は動物タワーバトルの方にをプレイしてみようかなと思います。あなたの番。これ初めてやるので、どのように遊べばいいのかわからないんですけど対戦相手がいるということなので、高く積み上がった方が勝ちなんですかね。キリンがお、うまいことこの間に入りましたね。はい、クマ、おお、この方はうまいですね。始めたばかりの私が何様だって感じかもしれないんですけど、はい、相手の番。どこまで行くんですかね。どういう基準でバトルなのかというのは、今始めたばかりなのでちょっとよくわからないんですが、あー、崩れて、お、1勝0敗。先に落ちた方が負けなんですかね。台の下に落ちたら負けってことですか。この下に落ちてしまったらダメなんですね。あまり深く考えなくても進められるような気はしますね。なるほど、この溝ができないように先に埋めてしまう作戦だったんですかね。それが予想外の打ち方をしてしまったと。運に恵まれて今2勝中という感じですが、どうさ、お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 、これは、うまく着地して元の体勢に。これはまた変わった置き方をしようとしてらっしゃいますね。あ、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 ここまで運が良すぎるような気がするんですが、先行になると大体なんとなく有利な気がしますが。ラクダ、
どう積むんですかね、これ。お、平らな場所にかなり不安定な感じで怖いですね。置きますか。ピタッと行きましたね。じゃあこの間に行きますね。これはロバですね。あ、おお、ギリギリなんとか持ちこたえたみたいですけど、これはこの辺りで安定しましたね。あれ、勝利4連勝。始めたばかりなのになかなか強運ですね。今年最後の運をこのゲームで使い切ってしまっているのではないでしょうか。では次の対戦に行きましょうか。まあ、無難に真ん中へに、この足の細い動物はかなり不利というか、そんな気がしますね。やってしまいましたね。ここで初めて負けました。お、お、おお、バランス感覚が難しいですね。この辺りですかね。あ、これは落ちる。覚悟を決めましょう。これは、このクマの上に置くのはかなり難易度が高いですね。4勝2敗。まあ、普通の戦績になってきた感じですね。これだと落ちそうですね。1か8かで。うまく安定しましたね。内側に入り込んだことで。あー、これは。勝ってしまいましたね。こう、運要素が強いような気がするんですが、気のせいではないはず。うまい置き方ですね。ここにピタッと。あー、象は安定しやすそうですね。なるほど、逆さに置くと。では、このまま置かせていただくか。どう置くんですかね。まあ、このあたりで安定しました。相手の番。これは、難しそうですね。あ、戦略ですね。これは、怪しくなってきましたね、この。これ以上積むのは、厳しいのでは。あー、勝ってしまいましたね。動物によって安定の仕方とかが、組み合わせとかパターンを分析できれば、確実に勝てるのかもしれないですけど。ほぼ、運ゲー、ですね。皆さんはリフレクというサイトをご存知でしょうか。リフレクというのはゲーム攻略サイトのアルテマが運営しているアプリの課金還元サービスというもので、課金還元とはどういうものかというと、まず画面を見ていただいたらわかると思うんですが、まあ、自分のプレイしているアプリをどんどん追加していくわけですね。アプリという項目をタップすると、自分のプレイしていて、さらにリフレク内に追加しているアプリが追加済みアプリという項目の中に表示されていきます。そしてここから起動で 2.3% 還元という文字があります通り、このリフレクからアプリを起動し、その上でゲーム内で課金をすると、そのゲーム内で課金した分の2.3% 分が還元されるという、現状業界内では課金額の還元率はリフレクが一番高いということだそうです。現在マイページの隣にランクというものが表示されていますが、ランクを上げていくことも可能なのですが、ランク数に応じて課金の還元率もアップしていくというシステムだそうです。このリフレクというサイトはテレビでも紹介されているそうなので、アプリゲームに積極的に課金される方はぜひこちらのサイトを試してみてはいかがでしょうか。